何があったんですか。噴火したのか、富士山が。大変だ。もっと大変だよ。あんた知らないの？発電所が爆発したんだよ、原子力の。あの発電所の原子炉は6つある。それはみんな次から次へと爆発を起こしてるんだ。これまでだよ。でもどうしたんだろう。あの大勢の人たちはどこへ行ったんだ。みんなどこへ逃げたんだ。みんなこの海の底さ。イルカだよ。イルカも逃げてるのさ。イルカはいいね。泳げるからね。どっちみち同じことさ。放射能に追いつかれるのは時間の問題だよ。来たよ。あの赤いのはプルトニウム239。あれを吸い込むと1000万分の1グラムでもう癌になる。黄色いのはストロンチウム90。あれが体の中に入ると骨髄にたまり白血病になる。紫色のはセシウム137。生殖腺に集まり遺伝子が突然変異を起こす。つまりどんな子供が生まれるか分からない。しかし全く人間はアホだ。放射能は目に見えないから危険だと言って放射性物質の着色技術を開発したってどうにもならない。知らずに殺されるか知ってて殺されるか、それだけだ。死神に名刺もらったってどうしようもない。じゃあお先に。
したまえ。放射能で即死することはないっていうじゃないか。なんとか。なんともならないよ。ぐじぐじ殺されるより人思いに死ぬ方がいいよ。そりゃ大人は十分生きたんだから死んだっていいよ。でも子供たちはまだいくらも生きちゃいないんだよ。放射能に侵されて死ぬのを待ってるなんて生きてることにはならないよ。でもね、原発は安全だ。危険なのは操作のミスで、原発そのものに危険はない。絶対ミスは犯さないから。問題はないって抜かしたやつら許せない。あいつらみんな縛り首にしなくちゃ。死んじゃって死にきれないよ。大丈夫、それは放射能がちゃんとやってくれますよ。すいません、僕もその縛り首の仲間の一人でした。